もちろんそういうゲームもありますから、歴代ね。さあ認識するかな。来ましたか。どちらが上ですか。上村さんが上。あ、そんな感じですね。あ、いいっすね。あ、うまいっすね、お二人とも。お二人安定してます。あ、いいな、なんか、ね、ちょっとレースっぽいですよ。レースっぽいですよ。ほんまに山梨帰れますよ、これ。上村さん、これね、グアム行って。あ、上村さん、グアムっぽいですね、これね。で、左上に、あの、青い四角い立方体みたいなね、なんかオブジェクトがあるんですけども、あれが、紫色になれば、ダッシュが使えます。全部紫になると。はい。もう4位まで上がってらっしゃいますね。私一人でやるような感じ。寂しいで。
誰か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 誰操作はバッチリですか？多分大丈夫。心強いですね。まあでも平井さん説明されてましたしね。まあね、はい、これ相当うまいんだと思うんですよ。これでうまくなかったら嘘でしょ。これね、家に帰れるのかって話ですよね。1位が出てもてるわね。いや、やっぱり僕もやっぱりね、当たり前のように1位いきますよ。おお。言うたね。手を挙げていただき、あ、いた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 、平井さんが上、平井さん上です。はい、おお。あ、怖い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 。何の障害物もないですよ。わーわー、おお、すごいすごい、広い広い。おお、下が、下は現在3位ですね。あれやな、パーフェクト出ましたね。めっちゃ寂しいです。
いません雰囲気だけですいません。結構面白いですね。めっちゃ面白いですね。いや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 、これ面白い。あ、皆さんうまいね。みんなうまいですね。うん、そうなんですよ。普段いいす、ね、あのスーパーピコピコクラブってニコニコ の実況やってるんですけど、そこで平井さんが散々下手くそだって言われてるんですけど、実際皆さんうまいんで、下手だって言ってもこれそうなんですよ ね、だいたいしょうもないって言われてますもんね。あしょうもない、しょっぱい、プレイがしょっぱいんですよ私本当に。いやありがとうございました。うまいっす、いやもう一戦ぐらい、まだやられてない方いますよね。ね、ぜひ手挙げられた方もぜひやっていただければ。帽子対決、もうキャップ対決、もう荷物置いて、もう、あの結構疲れますんで、あの無理せずにゆったりやってもらえれば。平井さんほどはしゃがないと大丈夫だと思います。このキネクトを買ったらついてくるとかそういう感じなんですか、それともキネクトとは別にまた別売ですか。この辺見てるとね、あんな感じだったんですよね。ケイさん動きは間違いなくあんな感じでした。そうですね。お、反応したかな。あ、もうちょっと中に、